はい、今ですね、静岡県の浜松市の北部にあるね、秋葉ダムというところに来てます。で、秋葉ダムですね、今見てるところなんですけどね。で、本日平成25年の3月の24日土曜日です。で、桜が咲く季節としてね、今桜を見に来てるんですけど、千本桜で有名な場所です。で、今吊り橋がね、あるんで、こう吊り橋から、眺めようと思ってます。そこから結構ね、写真も結構撮れると思うんですけどね。で、今ここ見えてる川っていうのが天竜川です。で、これどこから流れてるかっていうと、長野県の諏訪湖から流れて浜松市の南部、からですね、遠州灘に、外界に注いでる感じです。多分250キロぐらいかな、あるんですけどね。まあこんな感じです。見てます。